こんにちは、新谷浩介です。本日は生駒市辻町にございますスカイパレスの単身アパートのご紹介をさせていただきます。東生駒駅まで徒歩圏内で、こちらも大変便利な立地になっております。はい、それでは洋室の方からですね、こちらは広々とした約10畳の非常に単身の中では広いお部屋となっております。ベッドを置いていただいてもですね、ソファーや、まあ、くつろいでいただけるスペースを十分に確保できるぐらいの広さとなっております。はい、そしてこちらの上の方にもですね、照明の方が備え付け、またエアコンの方もですね、ついておりますので、引っ越し後の費用を大変抑えられますね。またこちら室内物干しになっております。両側でですね、竿をかけていただき、中で洗濯物を干すことが可能となっております。はい、バルコニーの方ですね、こちらの方で洗濯物を干していただけるスペースとなります。はい、また1階の方にはですね、こちらシャッターもついておりますので、女性の方でも安心してお住まいいただけるようになっております。また窓の方はですね、ピアガラスを使っております。閉めていただきますと外からの音も聞こえづらくなりますし、また冷暖房の方も効きやすくなりますので、こちらも、いいところとなっております。はい、それではですね、こちらの方にはモニター付きインターホンついております。お顔を確認してお話ができますので、こちらの方も防犯面でも安心していただける設備ですね。はい、そして収納の方なんですが、こちらの方は大変広くなっております。中に入れるほどの広々とした収納スペース、お洋服の方もですね、たくさんかけれるような広々としたクローゼットですね。はい、それでは廊下の方に、まずね、キッチンスペースですね。まずこちら冷蔵庫をですね、置いていただけるスペースが十分にございます。キッチンの方はガスコンロ2口備え付けのシステムキッチンとなっております。シンクや調理スペースも十分にございますね。またこちらの方はですね、こちら毎月ベッドをお支払いいただきますとカートリッジ入れるようになっております。浄水器をですね、という形で使えるようになっておりますので、大変衛生的ですね。上の方には収納スペースの方と下の方にも十分にございます。奥の方もね、取りやすいような収納スペースですので使いやすいですね。はい、そしてですね、こちらの方にですね、給湯器のリモコンございます。すぐに温度設定をしていただけます。便利です。はい、またお手洗いですね、ウォシュレット付きとなっておりまして、上の方にはちょっとした棚もございますので、トイレットペーパーの予備など、そちらの方に収納していただきます。はい、次に洗面所の方ですね。はい、こちらの方はですね、独立洗面台のシャープドレスがついております。また室内洗濯機置き場がこちらですね。はい、奥にはですね、バスルームということで、こちらの方には、追い出し機能と自動湯張りがついておりまして、非常に設備が充実しております。またこちらの方はですね、アクセントパネルになっておりまして、非常におしゃれな、バスルームですね。上の方には浴室乾燥機ございます。雨の日、洗濯物を干すことも可能ですので便利です。はい、それでは最後にですね、玄関スペースの方になりますけども、まずこちらの方にはちょっとした棚がございますので、まあ、いろんな、キッチンに使うようなものであったりとか置いていただきます。あと奥にはですね、シューズボックスございます。お一人様でしたら十分なぐらいの容量になっておりますね。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸のマスキでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。